日本民謡大賞は1978年から1992年まで毎年10月に日本テレビ系列で放映された特別番組。正式名称は輝け。第1回日本民謡大賞。毎回正放送であった。バブル経済の崩壊によりメインスポンサーであった三菱自動車が降板したこともあり、第15回をもって終了した。 まず都道府県単位に分かれ予選を行うも予選の主催局であった。その後、日本テレビ系列各局が主催するブロック別予選会が開かれる。このブロック別の予選が行われるのはおおむね春から夏にかけて行われ、その後10月に武道館で本大会が開催される。本大会は毎回土曜日夜の生放送だったため、前日金曜日に同じ会場で 最終予選会が行われた。最終予選は各地の系列局の入賞者が東日本、西日本の地区ごとに分かれて楽曲を披露し、それぞれの上位5人ずつが翌日開催される本大会に駒を進める。そして本大会当日、番組冒頭で司会者により東日本地区5名、西日本地区5名の決勝進出者が発表されて改めて楽曲を披露。 そして東西各代表1名が最終決戦に進出。ゲストのプロ民用歌手によるアトラクションや審査員特別賞、NNS 特別賞の発表、前年度対象受賞者のゲスト出演を経て最終決戦を行う。東代表、西代表の順で最終決戦に臨み、審査員1名ずつに司会者が直接東西どちらの代表を支持するかマイクを向け、 審査員は、東、西と、高頭で発表しながら、気上にあるスイッチを押して、紅白の伝承ボックスを点灯させる。そのスイッチは、舞台上に掲げられた伝承版に接続されており、観客やカメラにも一目でわかるように表示されていた。審査員は、毎回9名だったため、引き分けはなかった。2名により最終決戦が行われるため、自動的に敗者は、 準優勝が決定する。土曜スペシャルは土 SP、土曜トップスペシャルは土 TSP、土曜スーパースペシャルは土 SSP とそれぞれ略記。なお土 SP と土 TSP の放送枠は通常は土曜19時30分20時54分だが、当番組は19時20時54分の拡大版で放送された。ありがとうございます。